橋本ホビーへようこそ。今回はこれ、ジャボチカバーなんですが、剪定したね枝ですね。これをね挿し木していこうかなと思います。で、前回はねミックスした土に挿したんですけど、今回は詳しい方がね、鹿沼単葉がいいよって言ってたので、鹿沼の単葉をザルで振るってます。で、こちらはねボラの細粒なんですけど、これはねボラ土がいいよって言ってたのは、まあ私の身近にいるというかですね、アドバイスしてくれる、まあ、職業でねお花を育てられている方が、挿し木をするときはねボラの単葉がいいよと言っていたので、やってみようと思います。まあボラの単葉はね、あのジャボチカバにっていう話ではなくて、まあいろんなね発根しにくい植物とかを育てるときはボラの単葉がいいよということで言ってたので、やっていこうかなと思います。で、今回使うのもスリットの 2.5 号ですね。入れちゃいます。じゃあ反対側にボラを入れていきましょう。反対にボラ入ったんだけど、まあいいか、これぐらいは。これ手でやるべきじゃないな、手でやるべきじゃないけど、まあまあいいや。もう今回は挿し木をねやっていこうと思うんですが、ここ葉っぱ取った跡があるので、ここでね切っちゃいましょう。パチンと、これきついな、ここで切っちゃいますね。ここで切っちゃいました。で、なんでかっていうと、どうしようか、あんまりでかいね。ここで切って、もうね、あの一節だけだと下のね穂が取れなかったので二節にしました。で、プチプチ、まあ葉っぱはこれぐらいあっても大丈夫でしょう。で、こんな感じで埋めちゃう。同じぐらいの刺し穂が取れそうなのはこっちかなと、この辺で切っちゃおうかな。で、まあこれぐらいの差し方で、あとは適当にここで葉っぱがあったので、まあ節の近くからね根っこが出たりするので、2本取るか1本にするか、ちょっと試しにこれは2本取ってみようか。こうして、ちょっとね短いですけど、こうこうですね。どうしようか、いいかな。で、ジャボチカバの挿し木、挿し芽が木質化したとこの方がいいのか、若い芽の方がいいのかは分かんないです。で、まあこんな感じでいいかな。で、そしてこんなに細い枝が使えるかどうかっていうのも分かんないです。まあええか、こんな感じでちょっと切って、よし。
器用なんだから土入れ持ってくればいいのにね。で、OK と。なんかこれも刺し子になりそうだな。ボラ土はね、結構重たくて刺さりづらいんで、こっちに刺しときましょうか。鹿沼の方ですね。鹿沼だったら、まあ割と。石なのでね、それでも。そんなに簡単に刺さるというわけではないですが。まあ、ギリ二節埋まったかなというところです。じゃあ、次はお水。で、ボラ土の方ね、ザルで振る時に、お水で流してるんですね。なので、十分お水は吸ってるんですけど、土が詰まってないのね、この状態って。なので、しっかり土を詰める意味でも、お水を流してあげますと。で、この後、この下の皿っていうのはひっくり返すんですが、一旦ね、ティッシュに吸わせておきます。で、水位がね、まだゼロじゃないので、もちろん捨てる必要があります。もしくは、たくさんね、ティッシュとかを詰めて、水位をゼロにするかっていうことですね。もしくは、まあ、スポンジとかでね、こう、吸わせて絞る、吸わせて絞るっていう形でやってもいいかなと思います。そしたら、ちゃんとね、日付を貼っておきましょう。こっちが4本だったので、4本ですよと。で、こっちが5本。最後にね、もう一個刺したので、5本ですよと貼っておきましょう。で、土とかがね、用土とかがミックスとかで分かりづらい場合には、どんな用土を使ったよとかね、そういうのも貼っておくと、後々ね、目安にしやすいかなと思います。今回はね、もう見たら分かるボラの細粒の汎用と、カヌマの、無選別ですね。硬質でもない普通のカヌマの無選別の。まあ、粉だけね、ザルで振るいましたけど、まあ、それなんで分かりやすいのでね、ありませんが。まあ、あと、それとかね、植物もね、たくさん育ててて、いろんな挿し木があって、どれがどれか分かんなくなっちゃうよっていう方は、植物の名前っていうのもつけておくべきですし、品種ものとかでね、品種を残しておきたいときには品種とかもね、書いておくといいかなと思います。まあ、今回はね、ジャボチカバーっていうところはね、わかりますし、品種とかもね、これはわかんないんだ。なので、こんな感じでね、刺して OK にしようかなと思います。あとは、そうですね、日陰に置いておけばいいかなと思います。日向に出すとね、根っこがないので、しおれてしまうので、日陰にね、置いておけばいいかなと思います。で、ジャボチカバね、発根するのがすごく遅い植物ということで、そうですね、まあ、1ヶ月経って出るんですかね、どうですかねっていう感じなので、まあ自分的には、まあ、どうだろう、2、3ヶ月とか、で、まあ下からね、根っこが出るかどうかっていうところでね、判断しようかなと思っています。鉢底からね、根っこが出てくれば、まあさすがにね、発根したでしょうというね、判断をします。まあその中でね、何本発根してるかどうかとかっていうのはわかんないですけど。で、今回使った土はね、もちろん無肥料なんですが、この後ね、肥料をあげるということもしません。根っこがね、きちんと出てから肥料をね、与えるという形になります。肥料を一旦あげて少し育ててから、まあ、植え替えるのか、植え替えてから肥料をあげるのかっていう形になるかなと思います。
まあ個人的には、薄い液肥とかをね先にかけてから少し根とかね茎とかに、まあ、養分を与えてから植え替えるっていう方が、まあ、いいのかなって思ってたりはしますけど、まあその辺は分かんないです。ということでね、今回は剪定でね出たジャボチカバの枝を挿し木してみました。挿し穂としてね、これぐらいの枝の太さっていうのが適当かどうかっていうのも分からないですし、挿し木でねどれぐらい出るのかっていうのも分からないです。ただ、挿し木をねされてる方っていうのはいらっしゃったので、まあまあ、時間をかければいけるんじゃないかなと思っています。なのでまあ楽しみですね。前回挿し木をしたのがカヌンマオラ焼き土、赤玉土の再流みたいなやつ、それの、まあ、ミックスで植えて、今回はカヌマの単葉とボラの単葉で植えたので、まあどれがね発根率がいいのかっていう、まあ、ミックスしたやつはねちょっと時期が早かったので単純に比べることはできないんですが、まあまあそれでもね傾向はわかるかなと思うのでちょっと楽しみですね。でこれでね増えてくれればね、ジャボチカバの苗っていうのがね一気にたくさん取れるのでいいかなと思います。これでね9本あるので、もし全部出たら9、8になると。で前回植えたのが何個かな、4つかな3つかなぐらいだったので、まあ10何鉢いきなりできますよというところですね。まあさすがにねそこまでは出ないと思うんですけど、発根率3割だったとして、まあ4、8ぐらいできるかなっていう気もしたりするので、まあまあまあ楽しみですね。ということでね、今回はジャボチカバのね挿し木というものをしてみました。まあ今回はねチャレンジなので参考になるかどうかちょっとわかんないんですが、まあこの動画ね参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。X とインスタの方もね始めてますので、気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。